私の役割っていうのはまず SIP っていうのは最初にこういうプログラムだっていうね定義をするわけですね。それでただ単にこの SIP はただ単に研究開発するんじゃなくてこの研究開発をすることはもちろんだけどそれを事業実用化に持っていくとそれを5年以内にやるんだと まずはこれ絶対条件なんです。これは一つ。それから二つ目はだいたい組織っていうのは縦割り組織になりますね。だから各省庁それから大学とガーメントアカデミアが一体になって、要するにこう研究開発を行っていく事業化していくとこれを要するに SIP では義務付けていると。ですからこういうフレームワークをねプログラムのフレームワークを作ることがまず私の役割ですね。それでそのフレームワークを作ったらそれがちゃんと実行されてプラン通りに成果が出てるかどうかこれを評価する。これも私の役割ですね。もちろん私だけじゃなくて私と一緒に評価する方々をこうインバイトしてやるんですけどね。こういったことでそれでそうすることでこうプログラムディレクターを要するにこうやる気にさせるっていうかねそういうことをしてそれで成果を出していくと。この SIP ってプログラムはその出口を非常に重視している。日本の産業競争力の強化であるとか日本の国民のね安全な生活安全安心な生活を要するにこう保障するようなねこういったことを目的にしてます。それでそういうふうな目的であるからには当然グローバルコラボレーションというのは絶対必要なんですよね。それでそのグローバルコラボレーションもやり方はこう世界の国々の要するに組織とある日本のこの SIP のプログラムが一緒になって研究開発をすることもあるし新興国とのコラボレーションの場合にはこうスチューデントの受け入れであるとかね JICA と使ってそれで要するにこう後々要するに一緒にやっていくようなね布石を打つこういうふうなことも必要ですね。ですからいろんな切り口でのグローバルなアクティビティというのは我々は追求したいと思います。これからのねやっぱり研究開発っていうのは単独でね一つの国が単独で研究するってことはだんだん減ってくると思うんですね。お互いに要するにこううまくいく関係こういろんな意味でこう産業上うまくいくとかねあるいは国の安全保障上のうまくいく国であるとかこういういろんな目的でもってね、それぞれの国が一緒になってコラボレートしてやっぱり研究開発していくこういった時代に入っていると思うんですね。こういった境目バウンダリーがなくなっていくという、私は実は正直なところ非常にびっくりしました。びっくりしましたっていうのはね非常にサイエンス&テクノロジーに関してね、非常にこう興味があるというか熱心であるということと要するに新しいことを吸収してそれでそれを自分たちにも生かしていくということそれから質問にも出ましたけどね学生さんを日本に送るのは可能かとかね要するに非常に積極的ですね。そういうマレーシアのね前向きな要するにこう姿勢というのは非常に強く感じましたね。それでしかも大学の名前がいいです。マネージメントサイエンスでしょ。それでサイエンスだけじゃダメなんですよね。マネージメントとサイエンスを、ね、融合させるというところがね非常にポリシーとしてはいいなというふうに思いました。それから質問の一つで最後の方にね ありましたよね。技術の話とソーシャルの話がねそれでそういったところにもねやっぱりこう社会の中の技術社会のための技術っていうねそういうふうな姿勢をねそれを追求するんだっていう姿勢を感じられたので非常にいい国に発展していくだろうなというふうに思いました。